こんにちは、門前整体みつのぶです。今回の、ね、動画も、ね、私の、ね、音声で、ね、届けていこうと思っております。でなんでかって言ったら、ね、この、ね、撮影の時に、ね、音声が綺麗に撮れなかったんでね、しっかり、ね、私が解説していこうかと思っております。今、ね、背中の方をしっかり押さえているんですけれども、やっぱり、ね、足元をしっかり緩めてあげると背中の方って、ね、すごく、ね、筋肉が緩んでくれます。うちの店に、ね、来てと体験していただければいいんですけれども、まあ、もし、ね、この、ね、動画を見られているそこのあなた近くに、ね、まあ、門前整体もどきとか、まあ、いろんな方々がされている方があると思いますから、足の方をしっかり緩めてくれて、でそれで楽になってくれるっていう風な、ね、施術のやり方をやっている店に行っていただけたら、背中の筋肉ってすごく緩むんだよっていうことがよく分かりますから、いっぺん、ね、やられてみてください。もし、ね、ご自身で何かしようと思われたら、半身浴とか、まあ、足元をしっかり温めてあげることですよね。私も口酸っぱく言ってますけれども、それをやってあげるだけでも背中の方っていうのもね、すごく楽になっていってくれます。実際私ね、これ10月ぐらいにね、撮影したやつを編集しているんですけれども、そんなにね、室内温度20度ぐらいですけれども、もう膝掛けかけてね、編集してたりしますよ。ですからね、やっぱりね、足元をねしっかり温めてあげることっていうのはね、やっぱりとっても重要なんだってことがね、覚えておいてください。で今ね、背中を押さえててね、肩甲骨のあたりの場所、この肩甲骨っていうのはやっぱりね、腕を使ったり、スマホ使ったり、あとマウス使ったり、手書いたりとかね、まあ、いろんなものを使ったりとか書いたりとかね、運転する人なんかもこの場所がね硬くなりやすい場所になるんですけれども、どうしてもこの場所ってとっても硬くなるんですよね。なのでね、ご自身でなんかされる場合はね、背中押し棒でグイグイ押さえてあげたりとか、最近だったらね、皆さん、ゴルフボールとか、野球ボールとかテニスボールとか、そんなんを置いてゴロ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 押さえてあげたりとかする人っていうのをうちの店ではよく聞いたりします。ですから皆さんもそれがね、やっぱりどうしても奈良まで行けない、門前整体みつのぶまで行けないっていう方は、そのゴルフボールとかでね、なんとか乗り越えてみてください。でそれでもね、まだね耐えられないっていう方だったら、ね、時間が取れない、先生休みすぎって文句言いながら奈良の門前整体みつのぶまで来てくれたらいいんじゃないかなと思います。これね、痛すぎたからちょっと休憩入ってますね。背中の方が痛かったりとかするとね、もう激痛になったりとかしてね、水分を欲しいですとか言ってね、なったりとかもするんですよね。この状態、今お水飲ませて先生みたいな感じになってるのかな。音声聞かせてあげたい、本当にこの人の動画、お茶飲みたいっつって言ってますね。お茶飲みたいんですみたいな。で実際問題ね、右側の肩甲骨っていうのは、時間に追われたりとか数字に追われたりとか、そういうふうなことが多かったりすると、どうしてもやっぱり硬くなりやすいんですよね。なのでね、そういうふうな思いがある人だから、時間に追われてるとか、やらなきゃいけないとか、上司のプレッシャーが半端ないとかいう方なんかね、思い当たる人はここを押されると、まあ全然肩が違うよみたいな、もうすげえすっきり、おーすげえすげえって俺中の人言ってますけども、そんな感じになりますので、ぜひね、思い当たる人はそこの肩甲骨のあたりをしっかり押さえてあげるようにすると本当に効果的な場所ですね。やっぱ右側をね、やっぱり使う仕事の人とかってね、やっぱりどうしてもね、右の肩甲骨とかが硬くなりますから、まあ、あとね、肩甲骨周りっていうとね、肩甲骨の骨の近くってね、やはり40型50型なんかの方にもよく効いてきたりする場所ですよね。ここが硬い、で肩甲骨の骨の上にはね、筋肉がついてるんですけど、そこもしっかり押さえてあげるとね、手のしびれなんかにもね、効果的に効いてくれるんですよね。なのでね、その場所をね、まあ、肩とか手の疲れとか、あと頭痛なんかにね、頭痛が凝る人とかね、首が凝る人とかはね、どうしてもね、その辺がね、肩とか首が原因じゃないかって皆さん思いがちなんですけれども、肩甲骨のあたりをしっかり押さえてあげることの方が、実はね、肩こりとか楽になってくれたりとかする人って結構います。ですのでね、気になった人はね、ぜひね、肩首ばっかりじゃなくて、肩甲骨の今しっかり押さえてる場所をね、しっかり緩めてあげると効果的だったりしますから、やってみてください。で今ね、押さえてるところ、大阪でいうね、剣引きって言います。剣引きを弾いてくれとか言うと、
あこの人あんま食い、まあ、マッサージをよく受けてる人だななんて思ったりとかするんですけどね、僕らあの昔の人間ですから、あんま食いの人たちは顕微鏡を引いてくれとか、顕微鏡のあたりを先生押せっていう風にね言ってくる人はもうマニアックですよ。ですからこの会話を聞いて、近くのお店ね接骨院さん行って顕微鏡緩めろとか言ったら何言ってんだこいつはって思われちゃいますから、あんまりね使わない方がいいかもしれませんけれどもね。まあでもね顕微鏡っていう言葉が、関西で結構ね言われてて、あんま食い、まあ昔からねマッサージめちゃめちゃ受けてる人たちなんかはそういう風に言われたりする傾向が強いですからね、やってみてああそうなんだと思ってくださいね。でそこからね肩甲骨からねどんどん下の方に行くと、胃と背中の間のあたりかな、この辺っていうのはねどうしてもね季節の変わり目がに硬くなったりとかしやすいんですよね。私もね実際問題、急に暑い日から寒い日に変わってきたりとかする時っていうのは、どうしてもね背中のこのところが硬くなってしまうんですよね。でこの硬い場所っていうのはもうね緩めるためにね背中伸ばしたりとか、なんかねよく背中ありません？公園なんかで背中を伸ばすための椅子とか、私もねよくね利用するね、乗り換え駅のところのなんかねになんか背中を伸ばすやつとかあるんですけど、そこでねしっかり背中伸ばしてたりとかします。でそこをね そういうふうな、まあ、なんていうのかな、背中を伸ばす椅子とかでぐーっと伸ばしてあげるだけでもそこのね胃の裏の痛みとか筋肉が硬くなるのが緩まってくれますから、ぜひねそこを緩めてあげてほしいなと思うんですよね。でまあそれ以外にはねやはり毎日の、体のケアですよね。まあ私がケアっつってもね何するかって言ったら、まあ、やっぱりよく睡眠をしっかりとってあげることと、あとはね湯船にやっぱり浸かることですよね。まあ私のね先生また同じ話ばっかりしやがって、またなもう聞き飽きたわって思うぐらい聞いてると思いますけれども、やっぱり毎日湯船に浸かることっていうのはねとっても重要なんですよ。これがなかなか難しいしめんどくさい、あの歯磨きのようにね毎日湯船に浸かってあげるようにするとものすごく体がね楽になりますから、ぜひぜひあの時間とかね取られるんですけれどもね、湯船に浸かってあげることっていうのをやってあげると効果的ですから、やってみてくださいね。やっぱりね夏の暑い時期から今のね10月だいぶ涼しくなってきたんですけども、この時期にね入ってるとね今までだったら15分ぐらい使ってたらねあの汗をしっかり かいてたんですけれども、それがね涼しくなってきたらね汗かかないんですよ15分じゃ。だからね15分から20分ぐらい湯船に使ったりとかねしてます。15分も先生湯船に使って何するんですか。まあやることないので、まあ、YouTube の編集とか投稿とかそういうことをねやり続けて、湯船に浸かるようにしてますね。ね、本当めんどくさいんですよ。めんどくさいんですけど、そういうことをやっていかないと自分の体ですから言うこと聞いてくれませんし、なんていうの、自分の体は自分で大切にするしかありませんから、ぜひ皆さんもねこのね私の門前整体3つのもの動画を見てるマニアックなそこのあなた、ぜひね体をね、メンテナンスしてあげてください。でそしてこれを見て痛そうだなっていうのを、本当に痛いっていうのを感じたい方はね、あの門前整体3つの部までね、来て痛めつけられることの本当の痛さっていうのをね体験してみていただければいいんじゃないかななんて思ったりとかしますね。はい、で、今度反対側になりましたね。この左側もこれもね皆さん何回も私がお伝えしておりますが、左側は対人関係のストレスでございます。そう、対人関係のストレス思い当たりません？そう、そこのあいつだよ、あいつが嫌いだからこの辺に無理にストレスが溜まっちゃってるなんていうのもあったりとかしますから、本当にねあの苦手な人からもう離れられることができるのであれば早めに離れてください。そして離れてあげるだけでかなりストレスがすっきりしてくれます。まあ、でもね仕事からどうしてもねなかなか離れることができないっていう方はねもう仕方がないですから、何かしらね方法論を考えていただかないと仕方ないです。私もね、昔ねそういうね苦手な方もおられましたけれども、だんだんとねどっか行かれちゃってね、ああちょっとほっと一息なんていうこともあったりしますけれども、
ね、あとは考え方変えるとかね、自分の中のね、まあ、そういうこともね、私ね、来られた方なんかにねお伝えしてたりとかします。まあ、その方とかもねまた詳しくね、話していけたらななんて思ってますけれどもね、そんな感じで、まあ左側はね対人関係のストレスですよと、あとは使い方で凝ってる人とかもおられますけれども、そういう方がいられたらね、まあ、そうなんだなっていうふうに思いながら背中をしっかり伸ばしてあげてね、何野球ボールとか、テニスボールなんかにもね伸ばしてあげると、あと 筋膜リリースとか、なんか最近の言葉で言うとそんなことでね、背中伸ばしてあげてもねすっきり効果的になりますから、背中は伸ばしてあげたりとか、あと家族の方がおられたら踏んでもらったりとかしてもね効果的ですから、やってみてもらってみてください。まあそろそろ10分いい時間になってきましたね。相変わらず私のね語るばっかりのね動画になってますけども、こんなんでね楽しんでいただければ幸いでございます。では今回の動画は以上、ここまででございます。またね、いいねボタンとかねやっていただければ喜びます。では以上、悶絶整体みつのぶでした。じゃあね、バイバイ、またね。